大和田明は、茨城県西茨城郡友部町出身で、1950年代後半から1960年代にかけて活躍したプロ野球選手。現役時代のポジションは、外野手。1965年の登録名は、大和田明義。茨城高等学校では1950年周期、関東大会圏予選準決勝に進むが、水戸賞に赤敗。 翌1951年夏の甲子園県予選でも、準決勝で、三戸一高に敗れる。卒業後は、高崎利権を経て、1955年に、西鉄ライオンズへ入団。終盤の9月16日に毎日オリオンズ戦で、同試合5人目の放として、マスクをかぶるも、気分が舞い上がってしまい、本堂安屋のスクイーズバントに対応できずさよなら負けを、喫する。その後も、 気象の激しい性格を監督の三原治に敬遠され、一軍のレギュラーを取ることができず二軍でくすぶっていた。1957年オフに、西鉄球団から来期の契約についての連絡がない状態であったところ、西鉄のうがり道を佐川森一の獲得交渉のために、福岡に乗り込んでいた広島カープの監督、白石勝美が大和大吉家のスナックに入り、 二人は偶然出会う。大和田は西鉄を首になると思っていたため、白石に対して自分も広島で引き取ってもらうように頼み込む。白石はこれを了承して西鉄に申し入れを行い、金銭トレードでの広島入団が決定した。広島入団以降は素質を開花させ、1年目の1958年からレギュラーガイア手に定着。 4月17日の退巨人戦で4番打者に起用されるなど、森永勝次、藤井広らと共にクリーンアップを打ち、初の規定打席に達して打率234を記録する。14本塁打、45打点はいずれも藤井に次いでチーム2位であった。翌1959年はシーズン途中から4番を任され、6月20日の対太陽ホエールズ戦で、 サイクルヒットを達成。シーズンでは、当時の球団記録となるシーズン23本塁打、79打点を挙げ、白石勝美以来チーム2人目のベストナインにも選ばれる。その後も、手法としてチームの中心打者を務めるが、1963年以降はトップバッターも務めて、同年は自己最高の打率、一。9九百六十四年は打率。 279を記録するとともに、リーグ2位の155アンダを打った。この間、オールスターゲームにも4度出場。1965年は打率、238、1966年は打率、254と成績は下降戦をたどる。さらに1966年8月28日の対対応戦の直前に、 腹板のため帰宅し、医師により、急性腸炎と診断される。しかし、大和田が球場を離れたことが、首脳陣に伝わっておらず、無断で球場を離れたとして、罰金3万円、禁止1週間の処分を受けた。1967年は、園田里彦の台頭により、出番が減り、同年オフに、金銭トレードで南海ホークスへ移籍。 1968年は一割台の打率に終わり、さらに監督が大和田を引っ張ってきた、鶴岡和人から飯田徳寺へ交代したこともあり、鶴岡さんが辞めるのなら、俺も一緒に辞めるとして、この年限りで現役引退した。引退後は、府中町で、スナック、大和田を開くが5年で閉店。次に、ゴルフのアシスタントプロとなり、三滝ゴルフセンターに勤めるが、朝9時から、 夜9時まで、客の前で何度も打って見せているうちに、体重が8 1ラムから7 0ラムに落ち込んで退職。広島市内にゴルフショップ大和田を開いた。後にレッスンプロの資格を取得し、その後アマチュア復帰。日本シニア選手権出場を目指していたが、2001年3月4日に病気により死去した。66歳ボーツ 広島カープ在籍時のチームメイトからのニックネームはボスであった。気象が激しく、闘志溢れる荒々しいプレーとファイトが持ち味だったが、以下のような逸話がある。西鉄ライオンズ時代によく選手の相撲のトーナメント大会が開かれたが、決勝戦に残るのは決まって、中西太と,と大和田であった。しかし、大和田も中西の釣りには敵わなかったという。 ありがとうございます。